赤ずきんさん？何してるんですか？別に何も。これは。姉さん。お風呂。姉さん、なんで？その顔。誰にやられたんですか？嘘だ。姉さん！姉さん。何かされたんです。頬がひどく腫れてる。それに手首にもうっすらと手の跡が残ってる。全部誰かに殴られた跡だ。されたんですか？誰かにレイプされたんですか？なら何をされたんですか？なんで姉さんがこんな目に遭わなければならない？自業自得って何ですか？優秀な姉さんが自業自得なんて、そんなことあるわけない。なんで僕には言ってくれない？赤ずきんさんには言ったんですよね？あの人には言えて、僕には言えない理由って何ですか？何が違うんですか？僕のせいですか？僕のせいで姉さんがこんな目に。なら言ってください！僕のためを思うなら、誰に何をされたか、正直に言ってください！なぜすぐに警察に行かなかったんですか？嘘だ。救急箱にあったガーゼと消毒液が減っていました。嘘。姉さん、姉さん、かわいそうな姉さん。こんなにボロボロにされて痛かったですよね。なのに僕が助けてあげられない。姉さん、thank you.
さん、これを、これを食べてください。大丈夫です、少しの間。眠気に身を沈ませていれば、これは嫌な夢、悪魔が見せたわ。わざわざ撮っててくれてありがとう。おかげでどんな仕返しにするか頭を使わずに済みそうだよ。とりあえず君たちが姉さんにしたことを100、まずは腹に一発。はあ、でも100倍だからあと99発殴。口から血なんか出して大げさだな。助けて！助けて。泣いて謝れば済むと思ってるのか。土下座して許されると思ってるのか。姉さんがどれだけ深く傷ついたと思ってるんだ。こっちが下手に出てれば調子に乗り上がって。これだからば、お前らが姉さんにしたことに比べたら数百倍もマシだろう。か弱い女性を集団で暴行するとか、一体どんな育てられ方したらこんなクズになるんだろうな。きっとお前らの親もお前らに似てろくでもないんだろうな。お前だってろくでもねえ育てられ方した。うるせえよ。僕はさ、
お前らと違って完璧な人間に育てられたんだよ。美人で頭が良くて優しくて、なんだって器用に。僕はあの人より優れた人間に会ったことがない。きっとこれからもあの人を超え。ちなみに動画はこれだけ？これだけだ。本当に？本当だ。この指に近め。この指だよね、この動画を撮ったのって。やめろ、やめてくれ。うるさいな。たかだか指を折られたくらいで騒ぐなよ。で、動画はこれしか残ってない？ない、ない、これだけしか残ってません。嘘だったら殺す。ついでに頭もデリートしないとな。これみたいに思いっきり踏みつければ壊れるかな。狂ってるのはそっちだろ。姉さんを犯そうとしたよね。嫌がる姉さんを組み敷いて上着の隙間から手を。僕のことが気に食わないのなら僕に直接言えばいいの。わざわざ姉さんを手にかけやがって。卑怯者。まあ、姉さんのこと好きだったんだろう。だからわざわざ姉さんをこんなところに連れ込んで。おかす。姉さんがモテるのは知ってたけど、何もこんなクズから好かれなくてもよかったのに。でもまあ優秀な人間に惹かれる気持ちはわかるよ。自分にはないものを持っているってだけで。で、姉さんの胸は気持ちよかった？ああ。へえ。死ねえクズ。さて、これからのことだけど。安心しなよ。
だからもう殴らないって。知ってる？アルコール度数が高いお酒は火がつけば燃えるんだって。試してみる。もうやめてください。許して。ダメだ。悪魔。悪魔はお前らの方だろ。姉さんを食べよ。ゴミは焼却処分にし、死んで詫びろよ、クソ野郎だま。姉さん。触らない方がいいですよ。こいつらの汚い血なんて触ったら何を移されるか分かったもんじゃありま。安心してください。もうすぐこの薄汚いゴミを。何をするんですか。もったいない。まあこんなこと、僕が姉さんのためにやっていることについてですか。気にすることはありません。なんで姉さんが謝るんです。姉さんを傷つけたのは。は？別に死んだっていいじゃないですか。こんな社会のゴミ。生きてたってどうせろくな大人になりやしませんよ。己の欲望のままに行動して。なぜカバン。こいつは姉さんを襲ったやつなんですよ。姉さんの大事な体に傷をつけて心にも傷を負わせ、下手すれば一生残るかもしれなかったんですよ。僕は平気じゃない。姉さんを傷つけた奴らがこれからも能々と生きてるってことに虫鈴が走るんです。姉さん。グレーテル。何やってんだお前は。ふざけるな！姉さん。
さん。姉さんは誰にも渡したくない。姉さんは僕の宝物なんだ。だから僕は姉さんは誰にも渡さない。僕は今から僕が帰ってくるまで姉さん、ちょっと我慢しててくださいね。すみません。本当はもっと優しくしたいんですが。ちゃんと飲みました。姉さんだったら構いません。姉さん、しばらくこの中にいてください。この中にいれば、はい、ここにいれば誰に奪われることも、姉さんが自らの意すぐにお菓子の効果が現れて眠くなります。それじゃあ。何ですか？姉さんのために。もちろんですよ。弟はわがままな姉の言うことに。それじゃあ行ってきます。ゆりか姉さん。
姉さん。くそ。やっぱり姉さんにはかなわないな。なあ、お菓子を取りに行くなんてそんな面倒なことやめて。そんなわけにはいかない。僕があの家で姉さんと。大丈夫だって。そんなおかしなものに手を出さなくたって、愛しい姉さんは迎え。そんなのは嘘。嘘じゃない。だって、縛ったりからかったり光を奪ったり、しまいには鳥かごに入れてみたり、どんなひどいプレーも優しいね。だからさ、お前が姉さんを食べてしまっても、お前のリビドーってやつもあの体で受け止めてくれるんじゃないの。さあグレーテル、何をグズグズしているんだ。早くお前の姉さんを食べてしまえ。嫌だ。今なら姉さんは薬で眠ってる。手足は縛られたままだ。いくらでも好き放題。やめろ。別にいいだろう。何言いこぶってんだよ。どうせ姉さんもお前のこと好きなんだから。しかもやめろって言ってんだ。しょうが、ぶっ殺してやる。やれるもんならやってみなよ。できないくせに臆病者。だいたいさ、なぜお前は。何を。あの時だよ。ほら、お前がキレてクズを一人病院送りにしたことは。覚えてない。覚えてないわけないだろう。あれ以来お前が築き上げてきた理想の自分ってのが壊れちまった。理想の僕は頭が良くてスポーツも万能で穏やかで責任。おかしいな。実際のお前は全然そんなことなくて。黙れ。ああそうだ、毎日姉ちゃんの裸見て唸ってんだろ。変態だっけ。黙れって言ってんだろ。その言葉が真実だったからだろう。なあ、煽り体制なしのぐ。違わないだろう。お前は一緒に暮らしていた姉さんをおかずにしてたんだ。やらしい。大事な大事な姉さんを。そん違う。お前は自分を弟として見ない姉さんのことを責めていたけど、で、そのことを指摘されてブチギレた。それから全てが全部。そうじゃない。姉さんがレイプされかけたって知った時も本当は羨ましいとか思ったんだろう。あの体を自分悔しかったんだろう。自分はお預けを食らった犬みたいに我慢してるのに、そこらへん。黙れよー。
ったのか！黙れるわけないだろう。だってお前が悪魔だというこの声は。もうやめてく、僕の姉さんを。いつからだろうな、僕が彼女を姉としてではなく。最初からじゃなかった。最初の頃は姉さんを本けど、全く血がつながっていない赤の他人だということ。悪魔はささやいた。美味しそうな姉さん。でもそれも真実とは。真実って？もしかしたら僕が姉さんを好きだと思ったから。発想の逆転だな。だって僕だけこんなに似てないんだ。姉さんと一緒におかしな家で暮らしてる時も、姉さんの反応を見て楽しんでるふりをして、裏では結構必死。そりゃそうだ、あんな反応されて我慢。姉さんとおかしな家で暮らした日々は、例えるのなら姉さんは魅力的で無防備で、いかでも僕は我慢し、抱きたいという衝動を抑えて、姉さんに捨てられたくない。恋人でいるより兄弟の方がいい。その方がずっとそばにいられると思ったから。ああそうだよ、恋人とか所詮他人だろう。血なんて繋がってないのにな。知ってるよ、でも知らない素振りをすれば、認めなければ。ああ優しい優しい姉さんは僕のことを可愛い弟。ああでもこれで僕は姉さんと一生キスもセックスもできないな。だってうるせえ。